1分で読破、自己啓発本など作者の主観によるポイントだけを押さえた要約動画。今回の読破は指導者の条件、松下幸之助。今は国家が自分に何をしてくれるかを問うべき時ではない。自分が国家に対して何をなすべきかを問わなければならない時である。身命を投げ打ち、真心を込めてやるという腹さえ決まっていれば、あとはその場合その場合で考えたらいい。自国を愛することを知って他国を愛さない。自分の家を愛することを知って他家を愛さない。我が身を愛することを知って他人を愛さない。およそ天下の加害怨恨の起こるもとは愛し合わないことから生じる。人間生活に欠かすことのできない自然の恵みがあって、初めて自分の生活なり仕事というものが存在しうる。実るほど頭を垂れる稲穂かな。私は楽しんでやっているのだから、いくらやっても疲れることがない。資本にしろ土地にしろ人にしろ、本来は私のものではなく天下のものである。その会社なり団体で一番謙虚で感謝を知る人になる。